大阪大学タンパク質研究所の工藤と申します。私たちがやっているプロテインデータバンクジャパンについて紹介させていただきます。まず前半で PDB というものについて、知ってる方には社会に説法になるかもしれませんがご紹介と、あとその中の PDBJ についてのサービスについて、少しですけど紹介させていただきます。で、PDB ですけど、これはプロテインデータバンク、日本語でタンパク質構造データバンクの、略になります。で、文字のごとくタンパク質などの分子の形のデータを集めたデータベースとなります。こちらに書いてますような、具体的なタンパク質の形のデータが収められていますが、このデータ具体的にどういった形で書かれているかといいますと、それはテキスト形式で書かれています。で、現在現行のフォーマットとさせていただいているのが左側の PDBXMMSIF という可変調のフォーマットになります。ただ昔から歴史的に使われてきていました右側の PDB フォーマット、こちらは80列の固定調となっておりますが、こちらのフォーマット使われてきたんですが、こちらは桁数に制限があるということで大きなタンパク質が書けないと、こういう問題が生じてきましたので、徐々に廃止する方向に今向かっております。で、こちらの中に書いてあるデータというのはその3次元情報 XYZ の座標情報に加えて、誰が登録したのか、どの文献に書いてあるのか、どういった実験方法でこの形が得られたのか、あるいはどういった生物からこの分子は得られたのか、そういった情報がいろいろ書いてあります。で、このデータベースですけどそれなりに歴史がありまして、発足は1971年、今年で48歳と、今年の猪年なんで、年男か年女になると思いますが、こちら発足以来ずっと世界で一つの PDB ということでやっておりますが、現在これを運営している団体というのは4つありまして、アメリカの RCSB-PDB と BMRB、 あとヨーロッパの PDBE で、日本の PDBJ というこの4つでやっております。で、あと我々だけでやっているのではなくて、年1回に構造解析とかバイオインフォマティクスの専門家をお招きしまして、諮問委員会アドバイザリーコミュニティというのを開催しています。ちなみに今年は10月日本で開催しております。で、こうやって運営している PDB ですけど、大きく分けまして、データの受け入れとそれの公開という、2つの業務があります。で、まず受け入れの方ですけど、これは世界をいくつかの地域に分けまして、地域ごとに担当を決めて受け入れ処理を行うということをやっています。ちなみに PDB ではアジア地区を担当して受け入れをやっています。で、このデータですけど、現在は実験に基づくちゃんとした根拠のあるもののみを構造として受け入れています。かつては理論モデルというのを受け入れてましたが、現在はそれは受け入れておりません。で、このデータですけど、多くの論文雑誌や PDB に登録して発表するということが義務付けられておりますので、皆さん論文を発表される際にはまず PDB に登録されるということになります。で、この際に使われる共通のインターフェースというのに名前がございまして、OneDepと言いますが、こちらを使って皆さん登録されて、で、原子座標は PDB に登録されていくんですけど、それ以外に実験に関する付随するデータベースというのがまた別にございまして、NMR に関するデータを入れる BMRB と、あと電子顕微鏡に関する電子密度マップ EMDP の方へ登録、全部このワンストップでワンデップから登録されるということになりますと言ったんですけど、実は一つフライングで言ったことがありまして、実はワンデップで BMRB というのがまだ
構築途中であります。なのでまあ、数年のうちには全部ワンデップでいけるようになるという見込みになっています。でこのデータですけど、まあ、具体的に我々のところではこういうふうにやっていますというご紹介ですけど、ちゃんと鍵のつく部屋でこう論文発表前にそのデータが関連する競合の研究者さんに漏れては困りますので、まあ、ちゃんと秘匿された状態で専門のスタッフが処理するという体制でやっております。で一旦登録されましたら、これは一旦アメリカに全部集めます。で集めてその上で事前に全拠点に配布しておいて、毎週水曜日日本時間の9時、世界協定時の0時に世界同時に公開していっております。でこの利用は誰でも無償で行うことができて、登録も必要ありません。これはこのデータが人類の貴重な財産だという、まあ、創始者のこうポリシーに基づいて、まあ、こういうふうにやろうということでずっとやってきております。ただこの先ほど見ていただきましたあのテキストデータ、 あれがまあ無償なんですけど、あれをどのように加工してどのような追加ツールサービスを提供するかというのは各拠点に任されておりますので、それぞれ独自の活動を展開しているということになります。でここからがまあ PDBJ の紹介になるんですけど、まず PDBJ のトップページ、まあ、こちらは PDBJ で検索していただいても出てきますし、まあ、アドレスも pdbj.org なんで、まあ、長くないんで、まあ、直接打っていただいてもいいかと思いますが、このような画面が出てくるかと思います。で右上に大きな検索窓がありますが、まずこれが第一歩の検索ツールになってくるかと思います。簡易検索、キーワード検索と呼んでおりますが、こちら特徴としましては日本語でもいけると。他のアメリカとヨーロッパの拠点はもちろん日本語で入れてもエラーというかゼロ件にしかならないかと思うんですけど、こちらは日本語でも OK です。これ OK っていうのは裏で変換辞書をかましてまして、英語に変換してから検索をしているということなんですけど、まあ中には新しい薬だったらまだ載っていなかったりするんで、こうちゃんと検索できないこともあるかもしれませんが、まあ、目安程度に使っていただければと思います。で、これ PDB の検索と申しましたけど、実は他のものもちょろちょろっと横断検索してくれています。具体的には PDBJ のサイト検索であったり、未公開状態のエントリーが今どこまで処理が進んでいるのかという、まあ、これ登録する人にしか関係ないことなんですけど、まあ、そういう情報であったり、あと PDB のデータにはタンパク質だけではなくって、まあ、リガンドなどがついていたりしますけど、そういうリガンドにも全部 PDB で独自に記号を割り振っています、まあ、そういった化合物の情報なんかが横断検索できるようになっています。でちょっと戻りますけど、その PDBJ のサイト検索っていうのは何が具体的に対象になっているかというと、まあ、PDBJ のニュースであったりヘルプページであったり、あと毎月1回PDB の分子を紹介する記事、今月の分子というのがあるんですけど、まあ、そちらも対象になっています。なお今月の12月分今日が公開日となっておりまして、今日新しい記事が出ておりますので、またよかったらご覧ください、はい、で検索して、まあ、それなりに少なければいいんですけど大量にヒットした場合、まあ、もうちょっと絞り込みたいなということが出てくるかと思います。そういった場合には検索結果の右側に詳細検索に戻る、初めて行くのに戻るというのもちょっとおかしいんですけど、まあ、そこは気にせずにそちらのボタンを押していただければ詳細検索画面に進むことができます。右側に項目が並んでまして、その項目を表示、真ん中に表示させてその項目での検索ということでさらに絞り込んでいくことができます。